ご一緒に最初です。先ほど僕水族館ですね行ってきたんですけど、その出口を、ね、出たところにゲームセンターがあってですね、ナムコなんですよね、これってことで、ちょっとまあこっちにゲームセンターどんなんかなっていうのをちょっとまあ見るだけね見ようと思います、これね、なんか昔のね遊園地のあったみたいなこういうのとかもあったんですけど、今できなくなってますね。それでね、これ面白いのはここでカードで下ろせるようになってるんですよね。現金持ってない人っていうか持ち歩かないんで、こっちの人、まあこれ普通に UFO キャッチャーですよね。ほんでまあちょっと下に降りてみましょうかね。下にボーリングかなんかもあったんですけど、今閉まってますね。やっぱりね、ここか、ここボーリング、これボーリングできるんですけど、ここかとみたいなとか、 VR マリオカート、ターミネーターとかありますね。ウォーキングデッド、ちょっと、やってみましょうかね。僕ちょっと今僕も現金を持ってきてないので下ろしたいと思います。というわけで今、今度のコインを下ろしたんですが、これね、こういうのが出てくるんですよ。長い長い長い。でも僕40枚分かなこれ。あって、これをですね、後で換金すると。これ何回かやって、こんだけ一応もらいました。で、これどうするかっていうと、これは何枚やるかっていうのを測ってくれる機械があってですね。とりあえずそれ行きたいと思う。これなんですけど、とりあえずこれを入れますね。勝手に吸い取ってくれるんですね。で、中途半端に149枚で、プリントしますね。さあ、これがもらえるんですよね。これで、なんか商品と買えるってのがあるんですけど、こういう商品とかね、悩みますね。まあまあ、こういう商品と、買えれるということで、ちょっとまあ、変えていきたいな。なんか中途半端にいろいろなってしまってですね、この、お菓子と、こんなね、お菓子と、あとマグネットですね。こんななんか観光、いかにも観光な、観光者向けの、こういうマグネット、に変えてみました。この3種類ですね。ということで、もう帰ります。ゲームセンターですね。ナムコでした。ということで、ではまた。